青春していいか、パン教師山田ジャクソン先生です。俺がスクワットや。体育教師のスクワットや。どうですか、ドラムダイエット順調に進んでますか？めちゃめちゃ進んでるよ。大反響や。実際やってくれてる生徒のみんなも体に効いてきてんのだいぶ実感してきてると思う。せやから今日はな、お待ちかねの中間発表したいと思うんや。はい、とりあえず先生の中で今どれぐらいの自信ありますか？いやもうあれやな、まあ7キロ落ちてんちゃうかな。まあ結構だんだんねスキルもアップしたようなドラムコード上げてますけども、7キロあれで、あ、ちょっと待って、7キロ落ちたから、ポンデミング食べていい？ちょ今から大丈夫ですか？今中間発表で今からあの今こちらにあるあの体重計乗るんですけど、食べて大丈夫ですか？もうちゃんと体重見届け人を今日お呼びしてます。うん、どうぞ。 Hello! How are you? こちらに。 I'm good. いやいやいや、ね、鏡じゃないんですよ。鏡じゃないんです。はい、ヒステリック英語教師グラマー先生です。 Oh, I'm grandma. 大丈夫ですか本当に？ちなみに前回始める前、体重何キロでしたっけ？99.434? 覚えてるな。どうですかグラマー先生それ？ジーザス。大丈夫ですか？クラマー先生結構厳しいですよ。Yes, yes. 任しといて。二人ともなんか変なノリになってますけど大丈夫ですか？いや久しぶりにグラマー先生に会ったらテンション上がってもんてな。ファッバッセイ。ではお待ちかね中間表いきましょうか。体重ドラムダイエット講座でのどれぐらい相変わらず良いえな。そうここにね、あ、オメガーオメガーオメガー。でもねあのドーナツ自体は美味しいんで、ね、食べる量の問題です。じゃあ実際乗っていただきましょう、ね、じゃあ須賀先生実際にどうぞ。楽しみやわ。なんか変な音した感じだっけ？嘘。ちょっと待って、ほんまに？ちょ今何キロって出てますこれ？何キロ出てました今これ？これ何キロ出てます？これ何キロ？102.2キロ。あれ99.3とか4とかから始まって、ちょっとあれこれはあれやな、あ、わかった。ベリベリベリデンジャー。ほんま言いたいみんなに、否定はせえへんけど肯定もせえへん。これな、分かってないん。最初な、痩せる時って筋肉がついてから脂肪落ちるから、そう、筋肉がついてから脂肪が落ちるから、今ちょっと筋肉ついた段階がちょっと増えてる。バンプアップ。なるほどね。そうそうアップ and up。 そうアップ and up and up and upAnd dress up。 ちょっと待って、設定間違えてないほんまに？いやこれだから、でも今からですね。そうまだ今始まって30日だから、ようやく筋肉に変わってきてる時だからな。あのグラモ先生も自由すぎるな、ちょっとあのこっち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 こじゃあ、あれやめてもらえますか？もう危機的な状況ですよ。ドラムダイエットで15キロ痩せると公言していて、中間発表で、あの、3キロ、4キロアップ。けど、みんな、安心して。筋肉だと思えば問題ないから。思ってるだけでちょっとゲップした？
デリング。またゲットした。なあ。ゲップしてんの？してないしてない。返しますよ。まあ、こっから巻き返しますよね。さらにね、ドラム。ゲップした？なちょっと自由すぎませんか、二人ちょっと。Yes, yes, ね、dangerous man。じゃあ私、ちょっと今俺サンデルを出した気するわ。もう一回離れたい。リアル？リアル？え、嘘。変わんないじゃないですか。そんなことない。いや、グラマ先生、あのカメラにちょっとこっちかっちゃう。自由だな、ほんと。ということでね、これからやってきますから、塚田先生頑張りますし、ね、いろいろやってきますので、よろしくお願いします。皆さんも見届けてください。ね、じゃあ、よろしく先生。次回、スクワット先生のドラムダイエットは、たこ焼きのリズムでダイエット。チャンネル登録よろしく青春。